はい、皆さんどうも、ケイです。今回はですね、来ましたよ、こちら。今年ね、アンタレスと一緒でめちゃくちゃ待ってたカルカッタコンクエスト DC の200、これを買ってきたんでね、早速投げに行きたいなと思ってます。で、まあちょっと一応ね、開封シーンも出しますけど、いつも通りスピーディーにやります。で、これをですね、もうすでにだいぶ部屋でくるくるやっちゃってて、グリスが馴染んでね、あの今の状態めちゃくちゃ巻き心地が良くなってる。すでにいきますよ。うーわー、これですよ。ちょっと下ビニールやとあれかな、これにしようかな。これ今年からね、なんかシマノはこういう網網推しなのかな。アンタレスもこんなんやったしね。カルカッタコンクエスト、いいですね、これ。これが、はい、カルカッタコンクエストの DC の200ですね。うわー、これはたまらんですよ。もうね、この丸型って何がいいかっていうとね、もう本当に大人のおもちゃ感がすごいんですよね。大人の男のおもちゃみたいな。重量も全然軽くない、で汎用性もないけど、使いたいというかね、手元に置いときたい1台。それがこのカルカッタコンクエスト。まあ、DC に限らず、そのシリーズですよね。でね、うーわ、もうこれです。見て。ここですよ。見えるかな？ここ。めちゃくちゃ綺麗。これ甘いでしょ。ちょっとこの DC に関しては、わかんないけど、14年モデルのコンクエストもね、まあ、こういう同じような感じになってるんですよ。ここにね、ネジが、100はあるんですよ。ただ200はないんですよね。ネジがないことによって100よりもよりこうね、モノコック感というか、一体感、それが出ちゃってるっていうね。これも超綺麗。見てこれ。これね。ほら。うわ、マジ最高。最高。マジで。ごめん、ちょっとね、スペックとかもうどうでもよくなってきてる。でね、僕このカルカッタコンクエストが本当に好きで、カルカッタ XT から始まり、コンクエストの100、200、DC の100、200、250DC、09年モデルの200、10モデルの100、DC の方ね。で、さらに14年のコンクエストの200。で、特に旧型の 200DC なんて僕ね、多分10台以上買ってて、あの頃はね、DC 用に割とね、個体差があったんですよ。ピーンってなるものもあれば、ギュイーンってなるやつもあって、その理想の DC 用を求めて、10台ぐらい売り買いするっていうね、もうバカなんですけど、そういうことやってました。でもそれぐらい好きな。モデルで、今なんで丸型を使ってないかっていうとね、これもひどい話があって、ちょうどね、 YouTube を始めた直後ぐらいにね、丸型を一旦手放してるんですよ。なんでかっていうと、まあ、おかっぱりでね、その時少数精鋭のタックルしか持ちたくないっていうわけわからんポリシーがあって、タックル構成に悩みすぎてね、もうノイローゼになりそうだったんですよね。マジで。でこれはいかんぞと思って、一旦丸型手放そうかなと、病気になると思って、で、それでまあ今現在に至るっていう感じ。で、今は別にそんなんもうないんで、もう今タックル溢れ返ってるし、なんやったら全くもって持て余してる状況なんで、別にそんなこだわりはないと。なんで今回はきっちり買いましたよと。でも全然軽くない。重たい、むしろ。これね、260g だったかな。めっちゃ重たいんですよ。今のリールからしたらね、もうバカじゃないかっていうぐらい重たいんですけど、もうそれでいい。それでいいんですよ。軽いカルカッタコンクエストなんて僕はもういらない。このね、汎用性のない丸型のボディ、これがまたね、男心をくすぐるんですよ。しかもね、丸型なんで、まあ、でかいギアが入るんですよね。で、そのでかい巨大なマイクロモジュールギアから繰り出されるこの極上の巻き心地だからね、もうカルカッタコンクエストはもう実用性とかもそういうものじゃないと個人的には思ってます。まあ、もちろんね、非常に使えるリールですけど、カルカッタコンクエストであるっていうところを楽しむリール。もう俺はカルカッタを使ってんだと。そういうのを楽しむリールなんですよね。自分で言ってても、これ編集するの嫌やな。もう死ぬもの言っても仕方がないんでね、早速釣り場に行きたいなと。ではね、値段が高くて、丸型で汎用性がなくて、ハイギア全盛期の時代にこの超ローギアで巨大スプールで使うルアーが限定される、
この変人向きのこのリール使っていきたいなと思います。さあフィールドにやってきました。これね、いやー楽しみだね。これはやっていこうか。さあまずはね、セッティング、こちらワールドシャウラの1754というか、まあ、かなり強いロッド、まあ、200番なんで多分そういう使い方する人が多いと思います。でルアーはとりあえずクラッシュないね。これね、まあ、使ってる方はご存知だと思うんですけど、結構ねブルン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 動いてね、巻き抵抗は結構あるタイプのルアーなんですよ。でラインは20ポンド。早速ねこれでやってみようかな。でブレーキはまずウィンドモードで行ってみよう。逆かなりこう風が来てる状態、カメラでは分かりにくいかもしれないですけど、まあこの波の具合を見てください。こっちから来てます、波ね、波というか風。それで一回やってみよう。いきます。これはすごいわ。今めちゃめちゃにやけてる、めちゃ気持ち悪い。これは巻き心地がえぐいね。これさノーサミングなんやけど、ノーサミングでバックラッシュせえへんねんけど、マジでこれバックラッシュしないっす。これね、こんなんメカニカル普通にゼロポジ、片付くか片付かないところからほんのちょっと締めてるぐらいだから、もう普通にねバックラッシュするはずなんですよ。え？これ今までの DC ならこんなんないよマジで。今までの DC っていうのは着水時に絶対サミングしないとバックラッシュするんですよ、メカニカルゆるゆるだったら。でこれ IDC5 っていうのが入ってるんですけど、 DC ね、メタニウム DC と一緒のもの。2015年に出た、クソでかいやつ追っかけてきてん、うーわ、何やったっけ、あそうそう、2015年に出たメタニウム DC と一緒の DC が入ってるんですよね。だから結構ね、まあ批判的というか否定的な声もあったんですよね。IDC5 ですかみたいな。ただね、前の IDC5 と全然違う。メタニウム DC は着水時に絶対にねサミングしないといけなかったんですよ。じゃないともう絶対バックラッシュするから、メカニカルとかを結構強めにしないと。今これゼロポジなんで、だからこれはすごいな。ちょっと待って、これどういうこと。 DC でこんなんなかったって。琵琶湖ってやっぱり遠投が必要になってくるフィールドなんで、飛びっていうのはかなり大事になってくるんですけど、よく飛んだねってそう言えるぐらいの飛距離出てる。で巻き心地はね、さっきもニヤニヤして気持ち悪い状況になってましたけど、アンタレスよりもまだワンランク上、ほんま滑るような巻き心地。これどんどん投げたくなっちゃう。まあバックラッシュないっつってもなんか癖で抑えちゃうんですけど、まあ、安心感は非常にあるかなと。かなり強風が来た時とかも対応できる。めっちゃ飛んでるから普通に、めっちゃ飛んでる。しかも逆風ですよ。SV やんこれ。ちょっとブレーキ弱めてみよう。4番どうなの。いやもっと飛ぶっていう、ちょっとバックラッシュするかな、ちょっとバックラッシュする。でこの巻き心地よ、比較対象に挙げるとするならまあ遼河なんですけど、もう遼河よりもう全然巻き心地いいっす。多分ね、バスリールで軽かったコンクエストより巻き心地いいリールないぞ、ほんまに。遼河の肩を持つわけじゃないけど、なんていうかな、その気持ちよさはコンクエストの方があるけど、こう水中のものをいろいろ感じるっていうとちょっと遼河の方が一枚上手かなっていう感じはしますね。軽かったコンクエストはね、なんかどっちかというと
1枚こう膜を、上品な膜を隔てたような巻き心地、まあライブでも言ったんですけど、もうスーツ着てるマッチョみたいな、ちょっと分かちょっと分かってない人が多いと思うんですけど、スーツ着てるマッチョみたいな感じなんですよ。このあの抵抗のあるクラッシュナインがですよ、これ鬼巻き、リールの感度的なところで言うと多分ね、龍河の方が上やと思う。でパワーも多分そんなに変わらんはず。巻き心地、まあ感覚的なところで言うとカルコンの方が気持ちよく巻ける。で龍河はちょっと気持ちよさは落ちるんですけど、カルコンよりもちょっと水中の感じが伝わりやすい感じはありますね。まあただあの好みぐらいで使い分けてもらったらいいかなと。はい、ちょっとルアー変えます。これね、アンタレスの時にも投げてたチッパワっていうクランクベイトですね。ちょっと20ポンドパンパンなんで、まあウィンドモードで行ってみよう。止まるよね。うーわーやっべー、これ巻き心地、うわー、もうこれクランクベイト巻いてくださいみたいな。4番、おいいね、飛ぶね、さすがコンクエスト。はい、じゃあこれいってみましょう。バマ、これねすごく投げにくいんですよね。もう見た感じ、見た通りめちゃ投げにくい。でウィンドモードで飛ぶわな。でしかもあの抵抗のあるアラバマが5本シャットテールついてるんで、まあ、それは抵抗はあるんですけど、ほんまに超軽快に負けちゃう。バクラしないよ、バクラせえへん。ウィンドモードは SV だってことが判明しました。遠投だけなら。これね、アラバマとかあとね、抵抗の強いスピナーベイトとかその辺はものすごい向いてるね。これレンジキープのやりやすさがもう尋常じゃない。いつもねハイギアでアラバマやったりするんですけど、まあ負けるんですよ、全然負けるんですけど、やっぱハイギアだとね抵抗がかかるんで、グッてこうホールドしないといけないんですよね。軽く負けるからグッてホールドする力もねそんなにいらない。なのでリトリーブと、まあ、竿の角度とそれに集中できる。何よりもこのコンクエストを使ってるっていうのがまたこれたまらんな。じゃあちょっとね、最高に空気抵抗が大きいというか、まあ、よく回っちゃうジョインテッドクロー投げよう。さあ回転しちゃうルアーの代表格ジョインテッドクロー、これをちょっとね巻いてみて、ウィンドモードね、もちろん逆風に向かっていきます。めちゃ飛ぶね。ただこれは DCMD の XB モードと比較するとちょっと負けるか。もう一回投げよう。あーでもかなり楽に、あいい勝負やなこれ。アンタレス DCMD のね XB モードもこういうジョインテッドクローとかをね、ほんまになんかねもう鳥が掴んで向こうに運んでってんじゃねえかなってそう思うぐらいの飛ばし感があるんですけど、あーちょっと負けるかな。それと比較してどうなんだっていうところですよね。ちょっと DCMD 異常か。あれケイさん、またこれ感覚で言ってるだけで本当にそうなんですかと。でん、その辺はしっかりやりますよ。はい、ちょっとね同じセッティングでやります。20ポンド XB モードね。まあこの辺からいってみようか。ちょっとどんな感じか、どんなんやったかな。いくぜ。あーでもほら見て、ノーサミングでいったらバックラッシュするんですよ XB モードでも。だからねカルコンのあのモードちょっとおかしいんですよね。マジで SV レベルになってきてる。あの今 XB モードでジョイクロ投げましたけど、飛距離変わらんから、こっちのこれよりもね全然飛んでるんですよ。飛んでるくせにノーサミングでバックラッシュしないと。まあ別にね普通にやってる人だったら着生時サミングするから関係ないっちゃないんですけど、まあ、より安心感があると。あーでもそんな変わらんわ XB モードでも。ちょっと一番強くしてみよう。でもすごいな、 XB モード飛ばし感がすごいわ。マジで鳥がジョイクロ掴んでるみたい。でも持ち比べてみるとねよくわかるんですけど、このアンタレス DCMD がただね若干華奢に思えてくるわ。
ちょっとやっぱ軽かったコンクエストすごいな。まあ自重が重いっていうのもあるけど、なんかちょっとやっぱ抜けてるよね。はい、ちょっとコンクエストに戻しました。やっぱね、リールのパワフル感がすちょっと違う。巻物大好き人間にはこれマストバイやん、コンゲスト。だってこれやもん、これやもん。20ポンドパンパンで重たいスプールでこれっすよ。フィコンじゃないよ。でやっぱね、 MGL スプールの恩恵なのか、初速っていうか立ち上がりがスムーズな気がするね。 DCMD よりなんかちょっと投げ感が軽快。これは主力リールですね、完璧に。ただね、まあ一個欠点というか、あのこれさっきからもこうやってやってるように回収はしんどいな。やっぱりローギアなんで遅い。その辺考慮した上でね買ってください。これほんまになんで DC こんなことになったん。こんなんできんかったもん DC。 これ SV やって、これマジで普通になんかね、不思議とスプールが止まるんですよ。なんでやろこれ。だ別にね、ノーサミングに投げたいわけじゃなくて、やっぱ安定感があるっていうのが一番いい。だから SV も別に着水時ぐらいサミングするでしょ、みんな。それと一緒っすよ、安心感がある。あんまりビッグベイト使ったことないわとか、あのトラブルが結構多いんですよっていう人はね、ほんまにおすすめ。まあ欠点が、まあその回収が遅いって、まあローギアなんで当たり前ですし、重いっつっても重いからこそのこの巻きの安定があるし、ほんでね、これパーミングもいいんですよ。僕ね、この量が今使ってないんですけど、前は使ってたんですよ。でなんで使ってないかっていうと、パーミングがね痛すぎてワールドシャワラとの相性があんま良くなかったんですよね。それなんでかっていうと、これ見えるかな、カルカッタコンクエストってね、ここ、こうギアのボックスとかがあって、こう丸い感じになってると思うんですよ。量がもなってるんですよ。ただね、カルカッタコンクエストはここくぼんでるんですよね。こうやってくぼんでるんですよ。で量がはカクってこうなってるんですよ。でそのカクが当たってめちゃ痛いんですけど、コンクエストは丸いからこうスポッとこう入るというかね、ファーミングしやすい。でこっち側も低いんで、あのここにちょうど手が置ける、指が置けるようになってる。確実にレギュラーですね、これコンクエストレギュラー入り。はい、こちらよく飛ぶ系ね、デプスの MS バイブレーション、これをちょっと一回やってみよう。ブレーキせえな、まあ3ぐらいでいこうか。ちょっとブレーキ効いてるか。めちゃ飛ぶめちゃくちゃ飛ぶ。巻きも軽いな。はい、2番ね、20ポンドパンパン。これで逆風どうなるか。めちゃくちゃ飛ぶめちゃくちゃ飛ぶって。糸浮いたんですけど、まあ、一瞬で戻ったね。コンケストすごいな。うわ、ラインがめちゃ飛ぶ。これ位置は絶対無理。位置はライン減ってきた時とかそのぐらいじゃないと無理ですね。20ポンドでこれなんで、16とかにしたらもうさらに快適やろね。はい、次ね、スイングインパクトのファットですね。で 4.8 かな、まあ飛ばないとは思うけど、とりあえず4番とかでやってみよう。ローギアで巻いた時にちょっとパワフルすぎて、こういう巻き抵抗の軽いルアーはね多分しんどいと思うんですよね。それを一回確かめてみよう。飛ぶわ、なんで。あ、でもこれは19アンタレスの方が飛ぶな。まあ20ポンドっていうのもあるけど、あー、やっぱシャットテール系はちょっと早いギアで巻いた方がいいかもね。巻き心地はすこぶるいいけど、ちょうど 34mm のハイギア 7.4 ぐらいとかで巻いた方が多分気持ちはいいと思う。あ、飛ぶ。ほんで、あ、やっぱそうやんな。まあ好みの問題ですけどね、これは。でこのクラッチがまた、これまたこれニヤニヤしちゃうよね。これウィンドモードにしたらさ、これやっぱり SV になるんかな。なんかちょっとおかしいよねこれ。
ウィンドモード。なんでこんなことになるの？逆風で軽いルアー投げてライン20ポンドで飛ぶんやな。ほんでこれ多分ね、4はバックラフトするんですよ。多分ね、やっぱするわね。なんやろうな、これ DC のブレーキがあれかな、そのルアーが着水してスプールの回なんや、え、どうやって制御してんやろうね、これちょっとよくわからんな。ルアーがさ着水して飛んでないなっていうのを認識できる？無理でしょ。そんなちょっと逆風じゃなくてこう追い風ってかあれに向けて、あーまあ4はちょっと重たいからスプールが回り続けるけど、ウィンドモードちょっとおかしいなこれ。説明書にはね、あのウィンドモードにすると空気抵抗の大きいルアーとか逆風で投げた時の補助するためになんか補助ブレーキが効きますみたいな書いてあったんですよ。だから DC 音がちょっと高くなりますって。あーでもちょっと高くなるね、最後の方キュイーンってこうなる感じ。それで防いでんのかな。でこれもちろんゼロポジっすよ、当然ながら。この軽いルアーを下げてもこうやってもうこういう風に落ちてくる。でこれバックラスするでしょ。これ SV と同じやん。 SV もスプールを回して着水した時はバックラッシュしないけど、普通にクラッチ切って手元で落とすとバックラッシュするんですよ。だから一緒なんで。これ厳密に一緒かちょっと違うんでしょうけどしかもその中距離でも浮かないからねこれ、うん、弾道がそんなに浮き上がらない。浮き上がらないどころかも浮き上がらない状態からサミングする必要がないっていう。はい、こちらね、4分の1オンスのラバージグにさっきの 4.8 のトレーラー、これちょっとやってみましょう。まあどうやろう、4番ぐらいでいいかな。めちゃ飛ぶんよね。ほんでめちゃくちゃ飛ぶんですよ。でクラッチも気持ちいいんですよ。で巻いたらまた気持ちいいっていうね、ステラみたいなベイトリールスは。あーいいねこれ、ビューティフォーな使い心地だわちょっとだんだん語彙力なくなってきたね。まあこれはね、スイムジグはハイギアでやりたい人とかノーマルでやりたい人で、まあはたまたローで巻く人、まあ、いっぱいいると思うね。これは好みですけど、あの全然余裕で使えるというコツだけは間違いない。スイムジグってほんまレンジコントロールで、あとまあリトリーブスピードとかのこう組み合わせがキーになってくるん でしかも巻き心地もそんなにね抵抗がないルアーなんで、リールは滑らかなほど気持ちがいいし長続きするというか、集中して。そういうのにもぴったり。ただこれは好みでローギアが無理っていう人は無理かな。ある程度ね、脳進化よりは抵抗かかるんで、その辺は安心して使えますね。脳進化はねちょっと抵抗がなさすぎて巻いてる感っていうのも少ないかな。やっぱこれ DC すごいわ、ワンタッチで自在に飛距離をコントロールできるから。でこっち向かい風というか追い風にして投げるんであれば、これでむちゃ飛ぶわけでしょ。たまらんねこれ、投げて巻きたくなるリール、これのことだわ。19アンタレスもそうやけど、はい、ちょっとねハドルトラウト、これ6インチだったかな、だいぶ前に買ったやつ、やってみ。あ、バックラッシュするねウィンドモード。あー、なんやろこれ、どういうことなのかな、滞空時間かな。あ、補助ブレーキ効いた、なんかピューンって音変わったもん。そうか、あんまり近距離やと作動しない感じかな。でいろんなルアーまあちょこちょこローテーションしたけど、やっぱ DCMD よりね警戒感ある。同じ 38mm でも MGL スプールが効いてるんやろね、まあ、飛距離はそんな変わらんけどね、うん、これスキッピングとかも楽勝。これノーサミングで無理かな、スキップ無理かな、ノーサミングスキップしかも逆風。あ、ごめんごめん、ちょっと今だいぶビビったわ。今度こそ行くよ。
あ、さすがに無理か。さすがにこれは、あ、でも ほぼなってないね。まあ軽コンで投げるルアーでね、スキップさせることってあんまないと思うけど、スキップも安心感が超ある。で投げるときは、まあ、3番ぐらいでいけちゃうかな。これめっちゃ飛ぶし、これいってみようか。ダウズビド、これ軽いよ。あー、でもちょっとこのダウズビドとかの本当にハイピッチのプルプル系の引き心地、ちょっとコンクエスト強すぎる。こういうのはあんまやっぱ良くないわ。全然飛ばせるし、よく飛ぶし問題ないけど、ちょっと引き心地が軽すぎる。これは向いてないわ。はい、ちょっとね、今別日に撮ってるんですけど、このねウィンドモード、なんか知らんけどブレーキがね、ちょっと今までにない感じ。あの投げて着水する前に音がピュンって高くなるんですよ。まあ、それ説明書に書いてあるんですけど、一回スプール止めて、もう一回ね巻き出したりとか、もう一回ちょっとピュッて糸出したりすると DC 作動するんですよね。だからなんでしょうね、超低速でも効くのかちょっとよくわからない。一回ちょっとやってみるわ。こうでしょ。今はならないんですよ。なんていうかな、着水してすぐだから、ちょっとサミングしないといけないね。ちょっと待ってよ。こうやって投げて、ほら聞こえる？すっごい低速でもブレーキ効くのかな、ちょっと分からんけど、巻いても鳴るんですよ。でさらにほら、これでも鳴るからね。一回スプール止めてるんですよ。止めてるんですけど、他の DC ってこんなん鳴る？試したことないけど鳴らんような気がするんですよね。だってハンドル回してもピューンって鳴るんですもん。なんやこれ。たまらんわこれ。もう絶対にこれもうレギュラー入り決定です。もう最高で、まずねこれ、これはたまらんでしょ。これやばくない？重厚感マジで戦車みたいな切り心地、多分よくわからんと思うけど、うわ気持ちいいわ。